するしない？それでは今回の匠見ていきましょう。南三局三本場、親が続いております。皆さん開始してください。ドラは E1、 どんな手がやってくるかお願いします。赤ドラ一色含みですね。そうですね、今5000点ぐらいだった展望がここまで帰ってきました。お帰りなさい。さようなら、スーソー。なんで一色、どうせこんなの普通の手にならないじゃない。確かにそうですね。そいつは見てるんですか、やっぱり。今2通りですけど、自敗が重なってくれば仕掛けていこうかなって、本一で。ドラドラドラーカなんで。染めるのが、第一本線。そう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 。じゃあ、9ピンはもう染めてくにはいらないと。E ピンでも重なると、チートイツの方にググッとね、変わっていきますけど。3着目に立ったんですけど、復活しましてトップしか考えてませんよ。じゃあこう、4着目からリーチ来ても、こんな手ですね。これじゃあダメだよね。そうですよね。いつ頃かによりますけれども、かなり厳しいですもんね。まあこれほら、ピンズが出てないでしょ？はい、下茶。一色場ですね、きっと。一色場。知ってる？一色場って。存じません。あ、すごい、統一が増えたと思ったらもう一色に行ってしまった。どうせ、マンズで統一を増やすなら、メンホチートイツになるから、無駄なく行こうかなって。すごいですね、今私むちゃにほら仕掛け大好きな人座ってるから。まあ多様化されますもんね。商売のEPの方から行かなかったんですよ。目に見えて並べましたね、はい、もうリャンピン自分の手からだよと。そう見せてる効果もあるんですか。視覚効果ね。うん、視覚効果。作詞作曲土田幸翔ですか。もうこれポン。さあ、ウーワンが出た。これのウーワンから動いていきました。切断式、上と下を。で、真ん中から、真ん中からね、これ仕掛けやすかったですよね。これ、泣く方の方が多いんですかね。多いと思いますよ。そうなんだ。だってもう、まあ、おやまんのリャンシャンテンだもん、おやまん。赤ドラあるのでね。はい。で、まあ、縦重なりもいいんで、マンズは。はい。うん。スーワンは、これ入ってた。スーワンすり抜けられましたね。やる気あるんですね、やっぱり。とラス争いですから。そうですよ、我々まだ自敗は出てこない。これね、シャーもペーも両方泣きますから。あ、両方泣いて頭なくしちゃいますから。1368にしますから。あ、4万入ってた。マジか。あららら、マジか。白が2枚切れでした。これで泣きやすいじゃないですか。もう先ほどよりは形がね、重なってくれればいいんですけど、どこ行っちゃったの、シャートペーってね。ねえ、皆さん。でも、どうですか、持っててもおかしくないような捨て牌ですか。いや、持ってないですね。ここだけですね。あるとしたら。あ、動くのこのローソン。ちょっと温まってきちゃいました。はい。よーし、泣かしてみようか、この初。泣かぬなら泣かせてみよう。ホトトギス。ね、打ってるときもそういうこと考えてるんですか、はい、あ、場が膠着してるときはね。対局中にホトトギスのこと考えてたりするんですか、はい、泣かせてみよう、ホトトギス。あー、手が進まない。そして、出てこないぞ。自敗。きついなー。今、こう一番来てそうなのってどこですか。ここですね。あ、やはり神ちゃん。この仕掛けに4万切ってきましたから。泣かないよ。急所埋まったぜ。埋まりましたね。ただこれシャンポンに取らない方がいいかもしんないね。勘違いの方がいいかもしんないね。最後ね、泣けた時の最終形どうするか今考えています。迷わないように。どっちがいいですか。こっから入ってくれ。今もし泣けたらどっちですか。勘違い。ああ、それはどうして。やっぱりウーワンポンなんで、シャンポンより勘違いの方がいいでしょう。9万が3枚見えてるから。ああ、確かに9万3枚は情報として。
良さそうですが、お、ウーピンが流れた。ほら、シャーカペー出せ。あれ、あれ、ドラかよ。E1 切られましたよ。なんだ、おかしいな、シャーカペーだと思ったのにな。おかしいな。え、この手はどういった進行なんですかね。いや、鎮逸ですよ。鎮逸？はい。ピン、え、マンズピン、ま、ピンズか、ピンズ。一色場だから。あれ？さあ、リーチが来たぞ。ローピン切り。そのローピン、誰も声はかかりません。神社の手ってどんな手なんですかね？ローピン切って。老朽は危ないなぁ。老朽腕が危ない。顔面だとね、明らかに危ないから、これはもうシャンポンに変えます。パーワン切るってことですね。うん、問題は、テンポ。ああ、これ耐えちゃダメなんだよ。打っちゃうじゃねえか。だからどうするどうします、自敗切るってことないじゃん。ないよ、そんな日寄り方は。ああ、本戦だよ。ああ、本戦。マンズで言ったら本戦ですか。本戦。大本戦。それ以外、ピンズと想像はどうですか。いや、あの、ローキューワンが入り目になってるケースが圧倒的に少ないんで、はい、ピンズが入ってローキューワン待ちになってる。すごい頭抱えてらっしゃる。ああ。だからこれさ、切ってさ、ひよったら、まあ、いいシャンテンで、まあ、でも、ウーワン泣いてるんでね、復活の仕方がかなり厳しいか。冷静にシャー切るか。今、人生の別れ目、落ち着いていきます。ロンの声はありませんでした。おー、あ、Q1 出だしね、通しといてよ、先にもう通しといてよ、もうすごい、むごい。よっしゃ、これで目が出てきたか。あ、ちょっと漢字の書き方が違うんだな。天敗を取れましたが、ああ、あとはどこまで行き、あれ、あ、何それ、ないでしょ、ローピン切ってんのに。取り戻したぞ、Q-P。 これ復活したように見えますね、何かね。完全に見える。ってなると、対面は対応してますか？ 3 人で戦っている状況か。あら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 。あら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 。ですね。ウッパーワンってどうです？ 9 万取っちゃったからね。ウッパーワン危ないね。マンズで言ったらもうそこぐらいしかないですか？だってね、他にだってない。ないですもんね。関してもチャンカン論があるし、麻雀の街なんてね、いろいろあるんだよ。両面じゃないかもしれないじゃないか。あ、ポジティブに考え始めました。どうせ積もられてたんだから。切るならどっちなんですか。横もんだよ。ですよね。関はしないのか。大丈夫だ。楽しんでいるようにも見えますが、いや、でもトップを目指すっておっしゃってましたもんね。そうなるとこの運は関はしないんですね。しないよ。来たか。ちょー、アルビ、大丈夫ですか。なんだ、大丈夫でしたね。食い下げんなよ。食い下げんなって。食い下げんなよ。あー、嘘を取った。だから変な街なんだね。変わった変則手なんですかね。流局。さあ、天敗の方を開けてください。あんたよ。ほんとだ、変則手です。チートイツ、土田さんのお箱取られてますよ。ウーピンだ。何これ。あ、シャーとペイはもちもち仲良しですね。さあ、今回土田さんの欲しいシャーとペイはドッポさんの当たり牌でもありました。だけどこれ、リャーマンとチーワンよく入ったよね、俺の手。いや、そして押し切りましたね、よくね。ちょっとひよったら、こっち長いだった。そうです。恐ろしいですね。マージャンって怖いな。怖いゲームですね。リーチの時はシャーペイだ。だよね。俺ひよってシャー切ったら。ロン。ウーワンの時もシャー切ったらロン。ひどい。ひどい話だ。いいじゃない、ウーピン町。いや、でも耐えた結果で。ウーピン町、いい町だね。先輩料はいただける形。あ、ウーピン、最後持ってますか。あ、赤残ってんだ。赤あるんだ、ワンパイだ。なんかこう、前半で、土田さん、結構、6巡目までに納得いかないと、檻の選択多かったり、うんうん、受けの
受け方はかなり勉強させていただいたんですけど、難入してトップを目指す親番となると、人が変わったように、ねえ。攻めるっていう。行きましたね、かなり今回も。いや、よかった、6万と騎士諦めないで。降りたら補充でしたね。うん。いやー、またまた繋げました。次は4本馬でございます。よっしゃ。やる気いっぱいです。よっしゃ。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回もお楽しみに。